焼かれながら戦い続けました。それが後にハード戦争と呼ばれる終わりのない戦いの歴史です。あなたたちもしぶといわね。いい加減諦めてやられたら。そのセリフ、いい加減聞き飽きたわ。何百年も戦い続けてきたのよ。それはこっちも同じだ。それにてめえらみたいなのを真の女神にしてたまるかよ。はあ、こんなバカバカしい戦い、いつまで続けなければならないのかしら。なら、てめえからくたばりやがれ。冗談はその下品な言葉遣いだけにしてくださる。私は成し遂げなければならない崇高なる目的のため、ここで敗れるわけにはいきませんの。うるせえ。こちとらてめえのその回りくどい言葉遣いにはイライラしてんだ。くたばれデカ父。いいではありませんの。胸とはいわば母性の象徴、女神としての器の大きさを表しているようではなくて。でもそれで言ったら、あなたが一番女神にふさわしくないのかもしれませんわね。だと言わせておけば、くだらねえごたくをペラペラと。死ね、死にやがれ。隙あり。てめえ、危ねえだろ。くだらないおしゃべりをしてる方が悪いのよ。はあ、けどこんな不毛な戦い、いつまで続くのかしら。なら、まずは一人減らそうじゃないか。確かに数が減れば少しは戦況が変わるかもしれませんわね。なかなかいい提案じゃない。何、みんな何を言っているので、誰にするんだ、その脱落者第1号は。パープルハート、ネプテューヌはどうだろう。そうですわね。このまま残られても厄介ですし、ネプテューヌで異論はありませんわ。ああ、私も異論はね。三人とも誰と話しているの。一体何が何なの。
あれは